皆様こんばんは。燃える火曜日 FSN Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年10月20日火曜日、本日で第20回目、司会は私、沖縄県出身 FESN アシスタントディレクターの伊橋桁が務めさせていただきます。さて、まもなくリバイバル DVD が発売の2007年発表オン・ザ・ブロード、前回より特集しておりますこのオン・ザ・ブロードですが、実はこの作品を作る一つのきっかけになったのはある意外なビデオでした。その意外なビデオとは、今回スペシャルゲストとしてプロスケーターの岡田慎さんをお迎えいたしました。またしても30分超えの超特大号となっております。ぜひ皆様最後までご視聴ください。2006年にその岡田慎が作ったユニフルっていうチームの初めてのファースト DVD が出て、でそれはタイトルがユニフル TV っていうんだけど、ユニフル TV っていうのを見た時に、ああよしやろうみたいな、無償にチームビデオを作りたくなったっていうか。スケボーを始めた瞬間からもうそのスケートのビデオがとにかく衝撃で、ビデオの中の人になろうとしてた。とにかくそれをしてて、もう立ち振る舞いだとかもう真似してて、当時ニュータイプっていう日本にそのスケートチームが誕生したもうすぐ後ぐらいで、俺がスケートシーンの中に入ってったのが、要は日本のトップの最先端のスケーターみたいのが集まって、自分たちでビデオを撮って編集して、なんか日本中のスケートショップに販売するみたいなことをやり始めた人たちがいて、漏らさず俺らもそれにめちゃめちゃ影響を受けた世代で、まあ俺初めてスケボーしに行った場所、ちゃんとスケーターたちが集まってる当時の東京のそのスケートスポットっていうので初めて行ったのが新宿中央公園、ジャブジャブ池っていうスポットなんだけど、ニュータイプはそこで派生したスケートチームっていうか、とりあえず91年とかにニュータイプジャブジャブとかで滑っててさ、まあ、滑る場所少ないからさ、でもいろんなとこから来てて、それでその中でニュータイプができて、大会でしかスポンサーついたりとかさはなかったから、今みたいないいセクションでもないしさ、でそもそもパークがないからさ、大会行っても初めてそこでそういうセクションがあるみたいなのとか多くて、やっぱなかなか勝てなかったりもするから、それで作ることになったって感じかな。誰もやってなかったし、それやっぱニュータイプが日本で最初のスケートビデオを作ったっていうか、いやもしかしたらもっと前にいるのかもしれないよ。だけど多分スケートチームでスケボーのビデオを作ったのは、しかもそれを販売してするっていうクルーができたのは、俺が知ってる限りではニュータイプが最初だと思う。いや本当ニュータイプに憧れてさ、ジャブジャブに行ってたぐらいの時期、本当みんな怖くて、あのジャブジャブに集まってるスケーターがみんなもう高校生とか大学生でさ、まあ、みんなほらとんがっててさ、みんなすげえこだわりがあって、そこに森ちゃんもいた。当時も森ちゃんはなんかすごくね、インディペンデントだって、ジャブジャブの中でも。なんかやっぱりみんな派閥っぽい感じで滑ってんだけど、森ちゃんはいつも普通に一人で来て、プッシュとか超速いし、もうスケートとかもオーリー一つでも超かっこよくて、ってガンガン攻めてんだけど、なんかやっぱり誰にも属さない。だからこそみんなから一人のスケーターとして派閥関係なく、みんなが森ちゃんに関してはフラットに行くし、森ちゃんもいろんなスケーターがいて、いろんな派閥があるの分かってんだけど、全部にコネクトしてるみたいな。俺は俺、みんなはみんなでいいじゃんっていうのを当時から体現してたから、そう、一緒に駅まで帰ろうって誘ってくれた時があって、ああ行きましょうっつったら、もう帰り道が森ちゃんの中ではスケートボードだったのよ。だからいつもこっちから行くんだとか言いながらガンガン行っちゃって、で俺ももう一生懸命プッシュでついてって、でこの先にステアあるけど、俺はいつもそのステア見ないで帰り際そのまんまの流れで飛ぶんだよとか言って、でメイクできたら調子いくて、たまに失敗する日は調子悪いんだなんつって、バーンって飛びながら行って、俺も超怖いけど、もうとにかく森ちゃん飛ぶからさ、俺も後ろから飛んだりとかしてついてって、そういうスケートボードを初めて教えてくれたのが森ちゃん。なんか利口そうな子だなっていうか、頭良さそうみたいな。でスケボー上手くて、なんかテクニカルな、そのくる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 って回してる子って感じだった。うめえなみたいな、
すぐは覚えたよ。もうあんまり似た子あんまいなかった。初めてその大会に出るっていう時も赤地くんに最初なんかシーンちょっと来月高井戸で大会あるけどもうそろそろ出た方がいいんじゃんって言われて赤地くんに。で俺がなんかいやでも金ないしみたいなこと言ってちょっとあたふたしてたら森ちゃんがバーって来て、あれ何シーンも大会出んのみたいな感じでファーって入ってきて、えじゃあ出ようよ一緒出ようよみたいな、前の日俺ん家泊まっていいからさ高井戸俺ん家近いからって言ってくれて、ああみたいになってそれで出るってその場で決めて初めての大会に行くんだけど、その高井戸ってそのローカルスポットその大会会場だと、まあ、大会の会場っていう場所じゃないんだけど当時宴席そこで、まあ、思う存分できてキックアウトもされないっていうスポットだったんだけど、もうスラムみたいなさもう高架下で、まあ、いわゆる治安が悪そうみたいな、なんか危ない人いっぱい出てきそうみたいな感じのスポットだったんだけど、まあ俺は夏はそこに毎日行ってたのね。自転車で通える距離だったんだ。でシーン初めて出るって言ってたから、まあなんか、まあ、俺もついてるしみたいなさ一緒に行こうよみたいな感じで一緒に行ったんだけど、鮮烈なデビューだったの覚えてる。確かシーン予選1位だったんじゃねえかな、全部回し技で。それめっちゃびっくりしたね。トールくんとか赤地くんとか浦さんがルパンに言ってくれたみたいで、シーン上手くなってると、でニュータイプに入りたがってるからずっと、でルパンが実際見て、あじゃあいいよみたいな、その代わりパートちゃんと取れよみたいな感じで2作目で初めてそのニュータイプとしてパートを作ったのが最初。3本目のパートが初めて俺がシーンが取り務めていいよって言われて取ったのが3本目なんだけど、その時にビデオパートの中に、当時多分ガイタレでもやってないトリックを1個メイクできて入れたのよ。それがノーリーハーフキャブヒールのスイッチバックサイドノーズグラインドなんだけど、まあ、今見ると全然低いマニュアル台のボックスの角にやってるだけなんだけど、そういうビデオがありますっていう中で、あの地元で M&スミスっていうお店があって、そこからサポートしてもらったんだけど、そこの M&スミスのオーナーが、宮子さんっていう女性の方で、旦那さんがプロサーファーで、あの当時サーフィンブランドの代理店をやってたのね。でそのサーフィンブランドの中にクリス・マーコビッチっていうワールド系の結構プロスケーターのお母さんがやってるサーフブランドを取り扱ってたの。その展示会をやるから日本に来ると、そのお母さんが。でそれに乗っかって、そのクリス・マーコビッチっていう人も来るっていう話が俺に来て、お前クリス・マーコビッチ知ってっか、なんかプロらしいんだけどお前知ってんのかみたいな感じで、知ってるも何も、いやもう超プロっすよって言ったら、じゃあお前一緒に滑ってやれよみたいな。それがきっかけでクリスと一緒に滑る夢のような時間があって、で一緒に滑ったらクリスがすごい気に入ってくれて、展示会ベースで来てたから年に2回ぐらい来てて、お母さんと一緒にだから半年に1回ぐらいクリスに会えるっていうのが3回ぐらいあったので、3回目はお母さんとじゃなくて、クリスがそのワールドインダストリーっていうグループの中でプライムっていうチームを作るんだと。で今回はそれをリリースと同時にビデオを出すから、チームに入る予定のプロスケーターと一緒に日本に来るから、お前一緒に滑ろうぜって声がかかって、マジですか行きます行きますっつって、彼らが日本で撮影してる間一緒について回ったので、その時に結構その周りのチームメイトのやつらも、よしいいじゃんうまいじゃんみたいな感じで結構仲良くしてくれて、最終日にもう自分からなんかしないとこの関係も終わっちゃうなっていう、なんとなく子供心にあって、これちょっとなんか自分から最後アピールしないきゃなっていうのがあって、そのさっき言ったニュータイプの3本目で、そのまだ誰もねやってないトリック、世界で誰もやってないであろうトリックが入ってるパートをこう意を決して見せたのよ。そうしたら俺がさっき言った誰もやってないトリックが出た瞬間に、結構本当に素でみんながうわーってなって、マジかよみたいになって結構羽がいじめにされて、でその時にクリスがもうお前は入れ、もうまだ学校があってアメリカ来れないのは分かったから、もうこういうフッテージを撮って送れと、で締め切りは3ヶ月後だと。でその時ニュータイプのビデオケースにワールドインダストリーの住所と宛名、ここに送れって言われてアメリカ帰ってった。
とにかくこれが唯一のそのチャンスだと思ったから、そっからビデオなんか死ぬほど毎日撮ってたから、ニュータイプでルパンに言って、こういうチャンス来たから送りたいから今あるビデオを全部まとめてくれって言って、で使ってないフッテージをバーってまとめてもらって期日までに送ったの。そしたらそれから2ヶ月ぐらい経って、スケートショップで働いてるオダッチっていう人がいるんだけど、それニュータイプのチームメイトなんだけど、オダッチから突然電話かかってきて、お前すげえことになってんぞ、すぐ来いよみたいになって、急いで行ったらもうオダッチが興奮してこれ見ろっつって、そしたらもうプライムっていうビデオが出てて、おプライム出たんだっつったら、ちげえよっつってひっくり返したら、プロの名前が、まあ、クリス・マーコビッチからバーって並んでて、アマチュアの一番上に俺の名前が入ってて、うわーってなって、とりあえず中見ろって言われて見たら、オープニングにも出てるし、フルパートで自分のパートも入ってて、それがきっかけで世界、急にアメリカ行ったこともないのにビデオだけでそのバーンって出た感じ。とりあえずプライムの時はアメリカに俺行ったことなかったの。とにかくビデオパートを送るとプライムから出るビデオにフルパートが入ってるっていう状態。すげえなと思ったよね。なんでそんなことが起こるんだみたいな。アメリカの、しかもクリス・マーコビッチって当時本当一番人気あるプロスケーターだったから、その人が作るチームに日本人で、それもしかも岡田慎、慎が入るっていうのは、まあめっちゃ驚いたよね。で、森ちゃんがビデオ作るんだって話をしてて、仲良かったからさ、チーム違ったけど、あそうなんだっつって、 でもチーム単位じゃなくてさみたいな、チームもちょっとビデオ撮らしてよみたいに言われたの、最初の一番最初に。だけど俺その時やっぱそのビデオパートを撮るっていうことに命かけてたから、なんかそのニュータイプで撮ってるし、なんかこう中途半端に撮れないなっていうのがあって、で中途半端に撮ったものを渡すのも森ちゃんに失礼だし、森ちゃん大好きだったしやりたかったんだけど断ったのよ。それごめん森ちゃん、俺もニュータイプのパートあるし、まあ、そのプライムとかもあるし、やっぱこう集中したいと一個に、からごめんちょっと撮れないんだよって言って、すげえ残念な顔されたのを今でも覚えてて、いいじゃんみんなでやったらさ、すげえ分かったんだけど、でも全力で出せないのが申し訳なくて、最初そういう言い方して断っちゃってて、自分は FESN としてはなんかそのニュータイプとかプライムとかそのガチなやつじゃなくてもいいと思ってた。遊びっぽくてもいいから、なんかノリでやってみようよみたいな、あんまりそこに対するこだわりはなくて、まあシンが出てくれりゃなんか嬉しいなっていうぐらいの感覚だったから、まあ俺とシンが滑ってビデオ撮って、そこでパッとできるものを撮りたいなっていう感じだった。なんかすごい技やってとかそういうのはあんまなかった。でちょいちょいその現場で会えば撮ったりとかしてたから、一応は何カットか毎回出てんの俺も、あこういう感じでも森ちゃん OK でならば別にこの距離感でもいいかなみたいなのもあって、しばらくそういう感じの距離感でお互いちょいちょいリンクしながらやってた感じなんだけど、プライムが解散しちゃって、でチューブラリンになってた時にワールドインダストリー系の全部のブランドを輸入代理してる代理店が声かけてくれて、もしやる気があるんだったら渡航費出してあげるから、あのもう一回今度は自分でアメリカ行って、そのワールド系のどっかチームに所属して、あの今までみたいな活動をする気ないって言ってくれて、もうそんなの嬉しいじゃん、もうそれがしたいからさ、いやいやじゃあお願いしますって言って、大学生ぐらいから2ヶ月3ヶ月ぐらいアメリカ行って、向こうで滑ってビデオ撮って帰ってきて、でまた 2,3 ヶ月日本でビデオ撮って、それ持ってまたアメリカ行ってそれ見せて、もう本当遠慮なしでやってたから、カメラマンとかプロスケーターがいそうなスポットにとにかく出向いてって、いたらその撮影に入っちゃう、入っていっちゃうの入っていいみたいな感じでもう突っ込んでっちゃうの、まあ、迷惑な話だけど、でもそうやって名前を売って、シンが本当に世界のライダーたちと肩並べてるなって思ったのはトランスワールドのビデオで、トランスミッションってビデオに LA のパートかなんかに
いきなりワンカットだけ出てくるんだけど、まあトランスワールドのスケボーのビデオって当時の自分たちからすると別次元のビデオって感じだったから、そこにいきなり普通に LA のロックウッドって場所でいきなりフリップのフロントサイドワインティピック、しかも真のフッテージの次がいきなりマイク・キャロルなのよ。技もすげえフレッシュだったし、うわーって引け取ってねえなっていうか、ワンカットでインパクトめっちゃ残したなみたいな。あの技やってるやつあんまりいなかったし、あとすげえシャープだった。一発で世界レベルっていうのをなんか証明した感じあって、それはすげえやられたね。多分2001年で俺サンフランシスコに行って、その時オーバーグラウンドの撮影も始めてて、ピア7行ったらジョシュ・キャリスがいて、スティービーがいて、あとなぜかデイ・ウォンソンがいて、マーカス・マクブライドがいて、まあなんかサンフランのメンツに混じってなぜかそのイーストコースのジョシュ・キャリスがいたりデイ・ウォンがいたりって、普段のそのサンフランシスコじゃない感じだったのね。その日の夜かなんかに FTC のオーナーのやってるそのバーがあるんだけど、そのバーでデイ・ウォンのそのデカのセカンド・トゥ・ノーンってビデオの試写会をやるから遊びおいでよって言ってくれたのね。だからデイ・ウォン来てんだと思って、まあ夜暇だし行くかっつって友達行って、でまあ試写会始まってこうやって見て、初めてだったの俺アメリカでそのスケートボードのビデオの試写会っていうのは。したら見てたらいきなり真のパートが始まって、うわーみたいな。こっちは出るかどうかなんか分かってなかったし、でももうパートだったから、いきなりオープニングもあってみたいな、もう真岡田っていうパートで、で確か真のビデオパートが始まった時結構初めシーンとしてたのよ、こいつ誰みたいな、多分そういう感じだったと思う。でもやっぱパートが始まったら結構なんかあのナチュラルでウォーっていう声が、アメリカ人のスケーターたちがもうみんな普通にウォーみたいな、すげえなみたいな感じで、もう超ナチュラル、本人もいないからお世辞でウォーなんて言わないじゃんみんな。最後のトリックがワンツースリーぐらいでもうタタプンかけるような感じで結構拍手ボーってなって、おーみたいな。だその後だから試写会が終わったら お前日本人だろみたいな、新岡田友達かみたいな、新岡田すげえなみたいなこと言われたりとかして、結構鼻高々だったのを覚えてる。まああの時完全に世界のスケーターだなって分からされたっていうか、うん、俺結構当時貴重な体験だと思うね。日本人のスケーターのパートに外国人のスケーターたちが普通に圧倒されてる感じとかも感じたね。結構そのパートが俺の中でそのずっとニュータイプだから、ずっとスケートのパートのみがその成り上がっていく全てだと思って、こう命をかけてパートを作ってた、いろんな意味での結構集大成というか終着点みたいなパートだったのよ。出し切ったというか、その時できたものとか今までずっと中学生ぐらいから描いてたスタイルみたいのがやっと形になってきて、一つのなんかこう誰もやってないトリックとかも含めてね、 NBD トリックとかも含めて出し切った、一番大きい舞台で出し切ったっていうのが結構あって、でデカが終わりますと、その後もうすぐにそのアナウンスされたのよ、ディオンはオールモストっていうブランドはまた新しく立ち上げるよみたいな。なんか俺もなんかこうアメリカ行ったり来たりしながらこう気張ってずっとそこでやってたけど、なんかこう一個出し切ったことで一回ちょっとなんか緩くなりたいなみたいな多分あったんだと思うの、肩の荷を下ろしたいみたいな。で俺も移籍するのをやめて日本帰ってきて、でユニフルを始めるのね。でユニフルはもうほんと全然その今までのベクトルとは違うものでやるってもう最初から一応考えてて、もうなんだろうな、その楽しさを伝えようみたいな、今までのこういうスケートボードのハードでコアでこだわり全て命をかけて一個のパートを作り込むっていうことずっと15年ぐらいやって、一回ちょっとそのユニフルっていうものに関しては、まあ、ビジネス的な部分も含まれてたけど楽しさを広げようと、でスケートボードをやる子を増やしたいっていうところで一個垣根を下ろして自分もそこに降りてってやろうって決めてやってたから、多分ねあのデカのセカンドトゥーノーンまでを見てた人からしてみたらえみたいな感じだったと思うのよ、ユニフルの活動って。なんか俺の中でもうそれが一個やりきっちゃって、次を出すにはどうしても
期間とかいろんなものが必要で、インプットも含めて、でまあやりたいこともそうやって、そのスケートの楽しさみたいなのを自分でも体験したいし表現したいっていう時期だったから、ユニフルはそういう風にやってたんだけど、まあ俺も一人のファンとしてはやっぱアメリカでこう活躍していくシーンを見たかったよね。だからやっぱ地に足つけてちゃんと仕事しないといけないだろうなとも思ってた。だからユニフルやり始めた時はスケートボードをビジネスとしてちゃんと考えたプロスケーターになって帰ってきたって感じがしたね。それまでのさ、そのシーンとかがそのセカンドトゥーノーンとかでやってたビデオパートみたいな、なんか当然ユニフルでもそういうのがっつり来ると思ってたから、そのビデオパート期待したんだけど、そうユニフル TV ね、あれは本当にそのユニフル自体をそういう路線で正しさを表現しましょうっていうのでもう割り切ってずっとやってたし、そういうスケボーがしたかったのよ。その中学生からさ、ニュータイプ、プライム、デカってずっとそのとにかくやばいフッテージを残すっていうことをやり続けてきた後だったから、少しその、うん、そういう時間が欲しかった、そういう表現をしたかったっていう感じだったから、多分ユニフルで出た DVD は全く全然違うもの。まあシンは売れっ子だったからさ、やっぱり日本中呼ばれるわけだ、いろんなところに。でそのチームをプロモーションしていく上で日本中旅して、もうビデオ見た感じですぐ分かるんだけど、もう招待されていってるっていうかさ、なんて言うんだろう、もうショーだよね。ファンサービスしてステッカー投げて T シャツ投げてファンが拾ってわーっていう感じ。当時俺たちのこと呼んでくれる人なんかいなかったし、まあ、人気者の違いだよな。当時の自分たちが思うビデオって自分たちのその個性を出しまくって限界に挑戦する感じだったから、やっぱ当時うちらはやっぱオーバーグラウンドを目指して撮ってたから、やっぱその日本のスケートシーンを世界に出したいっていうか、日本でやっぱやって世界で戦うためにはやっぱ世界と同等な、もしまあ同等ってもちろんそれ以上のものを出さなきゃいけないってなったんだけど、やっぱ当時そのふと日本のスケートシーンを見てみると、やっぱみんなそんな意識じゃないわけだよね。でやっぱりもちろん昔から日本のスケートシーンを支えてきたプロスケーターの人たちってすごいたくさんいるんだけど、やっぱりその日本でちょっと満足しちゃってんじゃないのかなとか、いやそれじゃダメだろっていうのはもちろんあって、でもそれは俺たちとそのステージが違ったっていうか、やっぱりシーンはもっと昔に、当時俺たちがやってたようなことをもっと先にやってたから、まあ、少なくとも自分とは進んでるスピードがちょっと違ったって感じだった。だからこそ、おっしゃ俺らももうやるぞみたいな、あれ見てやっぱそう思ったんです。今しかねえっていうか、森田が撮ってくる映像っていうのは海外の映像だったから、3ヶ月でやろうぜみたいな、ちょっとやっぱ生々しくてみんなに言ったね。雄三にしてもモッサンにしてもケンにしてもマチャにしても日本のトップスケーターってわけじゃないから、だから岡田慎っていう一人のスーパースターがいるチームと、俺たちはもう決定的にそこはないのよ。世界を目指してずっとビデオを撮ってたわけだから、だからこそみんなの力、みんなの才能を全部集結させて一つのビデオに仕上げなくちゃいけないっていう気があったっていうか、オンザブロードやろうぜってなった時でも、あそれやろうみたいな感じで、それすぐできるよねって感じ。まあそこにその一人の才能として、映像で言えば常にアップデートして新しいトリックをやったりとか、初アニメーションみたいな感じ。陽平くんのアニメーションだよね。陽平くんがひたすらアニメーションやってて、陽平の存在はでかかったね当時。一枚一枚描いて動かす、あのもちろん意識が高いし、なんか本当いろんなパターンの絵が描けるんだ。153ラボラトリーっていう自分たちのデザインクルーも作ってたし、陽平とは洋服を作るっていう別のプロジェクトの方でデザイナーとしてもう長いこと一緒にやってたから、自分が作るデザインの中にありとあらゆるものにも大森陽平の要素っていうのが入ってたのね。ありとあらゆるデザインをやってた。陽平くんのテイストだよねあれね、本当に絶対の自信があったね。オンザブロードは急ぎだぞって言ってビデオの仕事が入ってくるみたいな、時間が全然ねえみたいな、全然他の仕事してる中ビデオ出すこと決めたからみたいな、そういうスタートとか、陽平に時間ないからとにかく超省エネで行こうぜ確か話して、省エネというか限られた時間でできることやろうっていう
本当ありとあらゆる絵のスタイルをなんか作ることができる感じだったのね。でその中で俺が好きだったのは、あいつがいつも適当に描く絵がすごい好きだったのね。なんか本当に鉛筆でパパパパって描くやつが、鉛筆で手書きで描いてずっと描いてるみたいな。でそのスピードとかも俺知ってたから、あお前がやるほら刺さってやるあるじゃんみたいな、あれで行こうよみたいな、あれだったらすぐできんしょみたいな感じ。スケート以外の映像で、あれは太一くんたちのバンドが演奏してくれたんで、その楽器の要素の絵を各3枚ずつとかなんか描いて、森さんこれ見てくださいよみたいな感じで動画作ってきて、これどうすかねみたいな感じで見せてもらったら、絵がババババって動いてて、あいいじゃんって、これかっこいいじゃんって言ったら、あいつが俺に言ったのが、いやこれ実は3枚しか絵描いてないですよ、マジでみたいな、数秒動いてるから3枚しか描いてないの。そうなんですよ、カメラの画角いじってるだけで、それを上手に組み合わせてるだけなんですよ、これならいけそうっすよねみたいな感じで言ってきて、全然いけるでしょみたいな。ほとんどまあ森田さんがその作った絵を編集でうまく料理してくれるっていう。やっぱりコンセプトが一番重要だから、コンセプトをまず陽平と話して作り上げていくっていうか、 100% 全部陽平が作るっていうものでもなくて、そこにやっぱり俺のテイストが入ったり俺の考えが入ったりっていう風になるのがうちらの作り方だったのね。例えばケンジのオープニングの時に馬がパカッパカッパカッとか出るのは、なんであれケンジ馬かっていうと、陽平と喋ってる時にケンジ馬っぽい、あいつ馬っぽいから馬、本当ノリなんだ。俺のとこなんか土佐犬いたでしょ、あれね、ミクシーのなんかあのハンドルネームみたいなやつが土佐犬になってたよね。ミクシーやってた。ミクシーやってた。あれはね、手書きで書いて取り込んで反転して、もうバラバラの3枚を作ったのかな。パソコンの画面を撮りながらデジカメで、そういう作業でした。その時スクリーンショットとか知らなかったんじゃないかな多分。でもなんかこの粒子が美しいんだみたいな話もなんか一緒にしてた。この一工程が違うみたいな。まあ陽平に絵描いてもらって、アニメーションにしたのも陽平だしみたいな。まあ各自分担したね、その作品としては。もう俺はもう 100% 信頼してたから。でも俺は3ヶ月で余裕で作れると思ってたし、絶対できるなっていうのはまず1個あったよね。すごいスピードで作っちゃったような思い出がありますね。日本のスケートシーンにまあ人は吹かせてやろうじゃないけど、やっぱそこに対しての何かメッセージとして、やっぱそのアンダーグラウンドとオーバーグラウンドの間にオンザブロードっていうビデオをすごい短い期間で出すっていうのは意義のあることだよねっていうので作ったっていう覚えあるよね。当時のやっぱシンテ、岡田シンテ、アメリカ行ってそこのど真ん中のスケートのチームに入って、しかも誰がどう見てもちゃんと言わしてたから、一流どころの間に入っててもおまけの存在ではなかったから、それが日本帰ってきてユニフル TV 見た時に、まあ悔しかったんじゃない、単に簡単に言えば。やっぱり日本中呼ばれてるチームと呼ばれないチーム、俺たちは全く一東京でも中野ってローカルの小さいショップのさ仲間であったから、当然誰もそんなに日本中俺たちのこと知らないし、注目もさほど受けてないかったと思うんだよね。でも熱だけはあったから、モチベーションだけはあったから、みんなだからそれで焚き付けて、今俺たちフルパート作ってみんなびっくりするようなパート作れば今前に出るチャンスじゃねえかってすげえ思って、うん、今だと思った、チャンスと思ったね。俺たちがメインストリームに行くチャンスだぜ、すげえ思ったかもしれない。どっちがいい悪いじゃないけど、ユニフル TV は俺たちにそのエネルギーを与えてくれたっていうか。いかがでしたでしょうか。オンザブロードのリバイバル DVD はいよいよ11月6日金曜日に発売予定です。どうぞお楽しみに。そしてご出演いただきました岡田新さんが原作のスケーターたちの姿をリアルに描いた映画スタンドストロング、
全国ロードショーを迎え、ただいま沖縄のシアタードーナツにて明日10月21日水曜日まで上映中です。10月30日からは仙台のチネラビータにて上映スタートです。そして主題歌スタンドストロングの7インチレコードが数量限定で販売中です。詳しくはスタンドストロングの公式ホームページをご覧くださいませ。リバイバル DVD の個人の皆様方のご協賛の募集に関しまして、引き続き9作目オーバーグラウンドブロードキャスティングへの協賛を募集しております。ご協賛額は DVD1 作品につき税込み1万円です。ご協賛いただいた DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送いたします。ご協賛は FESN のネットショップにて受け付けておりますので、ぜひ皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。次回11月3日火曜日の放送は、わずか3ヶ月で急ピッチで制作したオン・ザ・ブロードの撮影秘話に迫ります。次回もぜひご視聴よろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。何回ももうやっぱ10回以上同じスポット狙って、その技狙ってとかあるね。うん、ありますよ。うん、どれですか言うの。オン・ザ・ブロード。オン・ザ・ブロード、うん。どれですか。それだから思い出にしとこうよ言う